やり返せ。本日は優勝の人を作りいただきましょう。ご協力お願いいたします。また本日雨の影響により。さあ、プレーボールまであと30分少々と近づいてきました。その他の選手たちが続々とフィールドインしていますね。拍手や歓声もどうもありがとうございます。今日は早くから気分休憩を持っていただいたソロスターの皆さん、こんばんは。ソロスタジアム DJ パトリックです。そしてソロスマスコットスラムちゃんです。はい、ソラムちゃん、今日もよろしくお願いします。はい、スマクロン、そしてダンスインファッションの後ほどご紹介します。スマムちゃんのキッチャーの第2コーナー、スマムちゃんと遊ぼう。今日も昨年度が終了までございますよ。スマムちゃんに選ばれたキッズには素敵なプレゼントが当たるチャンスです。誰が選ばれるか、どうぞお楽しみに。さて、昨日の、ね、試合ゲーム内ですと先ほどご覧いただきましたけれども、すごかったね、スマムちゃん昨日ね。はい、マリカミアンダー、そして先発野手全員アンダー、サンタナ選手スリーラン、そしてキャプテン山田選手にも通算298号のホームランが飛び出ました。投げては山野投手、粘りのピッチングで3勝目、リリーフ4投手はパーフェクトリレーで勝利をつなぎました。ナイスゲームでした。さあ、今日もですね、この試合を楽しみに入ったら多くのソロスの皆さんに来ていただいておりますけども、昨日同様ね、スワローズのナイスな場面がたくさん見られるよう、また皆さんにとっても思い出に残る、ね、試合になるよう、今日も力強い声援でスワローズを一緒に盛り上げていきましょう。今日も応援よろしくお願いします。ライトさんの皆さん、お願いします。そしてライトさんの応援団の皆さん、今日も力強い応援のリードよろしくね、お願いします。さて、今日は読売ジャイアンツを迎えてのゲームとなります。ジャイアンツファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さん、こんばんは。早くからご来場ありがとうございます。ここに気持ちいい応援で試合を一緒に盛り上げていきましょうね。よろしくお願いします。さて、今日はこちらのコーナーからスタートしていきます。いいよ、いいよ、サプライズしようよ。もういいよ。スワローズインフォメーション。スワローズインフォメーション、隠さないよ。はい、スワローズインフォメーション、パッションのルルーナです。頑張って。はい、今日のインフォメーションでは大好評いただいている私たちパッションのコラボグルメ、秋の腹ペコ大作戦の中間発表です。神宮球場での開催は今日も含めて残り3試合、何を食べるか迷っているお客様、ぜひ参考にしてください。それでは中間発表いたします。まずは第5位、青いおすすめ半熟卵の月見スタミナ丼、外野14入り口天板酒場鉄一で販売しております。そして第4位、評価おすすめつば九郎焼きクリーミーマロンクリームはセンター16入り口外周キッチンカー青空キッチンで販売しております。そしてそして第3位、リナおすすめマロンマロンアイスクリーム、内野212入り口と外野18入り口サーティワンアイスクリームで販売しております。第2位はミニおすすめてりたまたこ焼き、内野4入り口築地銀だこと内野1入り口築地銀だこ東京スタジアムで販売しております。そして第1位は場内スタジアム売店で販売中の赤りおすすめ赤りんごサワーでした。私キャプテンルナのグルメがランキングになんと入っていないんです。悲しいんですけども、皆様ぜひ私ルナのおすすめグルメもぜひご賞味ください。残り3試合もファッションコラボグルメ、秋グルメをお楽しみください。以上、スワローズインフォメーションでした。はい、ファッションのみんなもどうもありがとう。それではその選手のウェルカムコメントです。
かっこいい。じゃあ、頑張ります。応援よろしく。デリカイス。さあ、今日週末のヤフーレ投手、現在非常に多くの人が集まっておりますけれども、今日は中10日での登板となります。今季23回目の登板となりますけれどもね、6勝目を目指して、GO ヤフーレ。さあ、お待たせいたしました。東京ヤクルトスワローズマスコット、スマクロの登場です。ヤクルト大好き腹話術人形ゆうちゃんのチャンネル登録、いいね、お願いします。よろしくお願いします。